こいつらクソだなとか思いながらもな、クソすぎる。そこを見つけるの、何なの仕事やろう。会社入って何年だ。おーおーおー、めちゃくちゃ。やばいやばいやばい。はいはい、お疲れ様です。めちゃはいはい。でもまあどっちもいいか、そっちもまあ大谷の日常でやってるぐらいだよね。まあそっか、更新してないでしょ最近。はい、ダメじゃないの。消してはないです。あ、本当消してはないですけど、一人で動画を上げるもうモチベーションが高くない。確かに一人だとテンション上がらんもんね。上がんないですね。なんか本当になんか何やってんだろうって思っちゃう一人でところがあって、一人でなんだかんだなんか変なコメント入ってきた時に、あ、なんか塗り替え道場の動画で私のアンチとか入ってても、うん、まあ別にいいんですよ。なんか社長も気にすんなとか、あーとか言ってくれたりとかするけど、なんか私の個人チャンネルに、私の一人のチャンネルでなんか入ってるとなんか、うん、なんかこいつらクソだなとか思いながらもなんかなんだかんだ気になっちゃうところもあって、なんて言うんですか、これ使っていいの、もうなんであ別にいいですよ。ちょっとあったかいコメントお願いします。お待ちしております。でもリリーちゃん映しててめっちゃ来ますけどね。来るよね、ちょこちょこ。最近もずっと来てる。見るのなかなか行けへんや。じゃがやまかわりに見させてもらおうか。はい、リーちゃんの会社入って何年だ。今でも 5年目。5年だよな。そうですね、気づいたらこんなに石の上にももう5年おるよな。はい、じゃあ現場から見させていただきます。お願いします。はい、はい、よいしょ。どんなことやってるんですか。どういうことか。今日は塗料を持ってきたのと、うん、まあなんか塗料の配達に来た、持ってきたんだ。そうですね、持ってきて。どの色、壁、壁の色。いや、そこになんかちょこんと、ね、屋根があって、うん、はい、あの急遽じゃあもう在庫に塗ります。あ、そうですね。それはね、それもしかしてサービス、わーかもしれないですねこれ不安な言わなあかんじゃないの、会社的に。え、お客様ちょっと流量になりますけど。あ、でも多分もともと多分入ってて、でオーナーさんが、まあ、それでも塗ってほしいってなって。あ、そういうことね。もともとも塗るって河合さんからは言ってて。あ、なるほど。おで、まあ、そのトイレの配達があって来て、あとはどういうとこチェックするんですか。まあ、寺西さんなんで、そんな、うん、特にめっちゃチェックとか別にしなくても丁寧にやってくれてるんで、うん、ちょっと見てこいよ。じゃあどういうとこチェックするんだ。まあ、まだでもこれ何、下塗りして中塗りは塗り状態、ま、状態が終わって、養生ばらして、でこっから細かい作業か。細かい作業。割と終わりがけなんで、寺岸さんなんで、そんな、うん、ここでそんな確認するなんてはないですけど、うんうん、まあ、おーおーおー、蜂めちゃくちゃある。ビビる。ちょ、お前やばいって、蜂。目の前、目の前。うわー、やばい。お前、なんで減ってるの。蜂ですか。ちょ、やばい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 、これやばい。お前減っちゃうの。あ、あっちは別に普通の人。うーん、嘘でしょ。何もしなきゃ、さってこない。なんで平常時に普通にやけど、俺もさ、ウケするんだけど。で、うちらがやばいんですよ。すいません、すいません。すいません、すいません。すいません、やば。いや、これやった方がいいでしょ、スプレーとかで。いや、そうですね、ちょっとさすがに駆除。じゃあ、そういうのはやってあげると、お客さんのためにも並んで。ホームセンターでスプレーブワー買ってきて刺して、バーンドア閉めて走って逃げてきゃ刺さねえんだろう。とりあえずちょっと閉めてくれ一回落ち着こう。一回落ち着こう。あー、うわ、頭に止まった。一回降りません。雲以外だった。雲の方が全然良くない。ここで撮影とかできなかったできんよ。どういうとこ管理するか見たかったのな。まあ上塗りしか行ってないんだ、まだ。そうですね、まあ、でもいつもはなんか、うん、サビ止め入ってるかとか、うん、なんかまあざっと見てて、うん、ちょっと気になるところ、私が気になるところだったら、うん、そこ直せない、ちょっとそこ注意してやっていてくださいとか、うんうんうん、伝えたりとかって感じですかね、うん、まあ、なんかもう中塗り上塗りか聞いて、うん、もし上塗り完了してたら、うん、透けてないかとか。古い職人さんは透けがない。はい、うん、
どういうところにスケがよく出るとかわかる？もっと出っ張った、うんうん、ところとか。お、あ、じゃあそういうのも分かってんだもん、まあ、この柄だったらそんな多分透けにくそうですけど、うん、で元々の色も割とこんな感じだったんで、うん、そんな多分透けないですけど、うんうん、塗り残しとかどういうところがあるなとかチェックできるの？まあ、塗り残し結構この塗り残し逆にこうへっこんだ部分とかだったら、うんうん、塗料入ってないとかはたまに、うんうん、はい、ありますね。一回めっちゃ黄色い家で透け透けで、うん、なんかもう一回全部塗り直してもらったこともあって、茶焼き師？あ、違います、全然違う。とか緑店の職人さんマジでないですね、うん、みんないい、はい、他の店舗だったらあったんだ。他の店舗もないですあ、でも他の店舗だったんだ。はい使っていいかい、これ、まあ、使いましょう。やばいです、ぜひ使いましょう。どこないの？いじくるとこないの？ここはあのトイ、うん、これまだクラゲさん全く塗ってないんですけど、壊したんちゃうこれ。結構これ トイの裏とか塗ってないんで、元の元々の塗装屋さん割と、あ、これ元々塗装やってやったの、うん、こうやって塗って、あ、こうやって塗ってやったの、ついた状態で塗ったもん、ね、裏カバーだけ塗料が入ってなくって、うわ、しかもこんなまだらに塗ったの、結構やばい、汚 い自分で塗ったんじゃないの？いや、業者ですよ。は？業者ですよ。え、嘘でしょ。でも、やっぱでもたまになんかありますね。めちゃくちゃサッシについてるとか、元のやつが。だからこれにトイがあったもんで、養生できないんですよ。外さん、外してないもんで。あ、んで、あ、んでわざわざ外したんだ。よくあるよね、こういうとこだけ全然塗ってないとかね。よくあるね。あ、トイついちゃった。ごめんなさい。トイ触っちゃった。なんか、いじるとこねえの？でも寺岸さん本当にいじるとこないですよ。そこを見つけるのプランナーの仕事やろ、まあ、いじるところ、それはそうですけど、ツッコミどころを見つけなきゃってことです。いじめんのが仕事やろ。よく言うじゃん、こういうところに隙間が空いてるって。これよくお客さんが埋めろって言ってるでしょ。埋めろって言われますね。これでなんて答えてんの？ボードとボードのこれってつなぎ目なんで、うんうん、まあ、境目だから正直こういう隙間ってあるのって当然 で、 そうそうそう、でやっぱり塗料が中途半端に入るとこういう風にちょっとなんか点点点とかなっちゃうんで、ちょっと気になるのは分かるんですけど、うん、あの熱とかで家って膨張したりしたやら、ね、それ無理して埋めろって言ってくださるでしょ。たまに言いますね。まあ、でも説明すれば大体もう皆さん分かってくれますね。こういうの、こういうの全然下に入れてあるな。あ、そうですね、この門みたいな、うん、いつも。これまだやっとるよ。まだ塗ってないみたいです。もう一回塗るのか。あ、一回塗ってあるんだ。あ、一回浸透させちゃうもんね。あ、まだちょっと筋がやっぱり見えます。見えるね。そうさ、もうだいぶやっぱそれが分かる。筋がどこに筋が出てる。え、なんか見ようなんか見て分からんだろう。え、なんかでカメラ越しだったらちょっとむずいかもしれないですね。シャッシャッシャみたいな、なんか、うんうん、おお、なんかやるやん。そうですね、もう5年もやってたらなんかこんなことになってましたね。いろいろやったもんな、まあ、管理やって、YouTube やって、ジムやって、はい、そうですね、いろいろ職人以外全部やったんじゃないですかね。結構みんなやってるよね、うん、まあそれがやっぱ会社の強さだよね、クリエイコンたちがこうやってまあでもそうですね、なんかいろいろできたのは本当に良かったと思います。リフォーム業ってさ、はい、その塩梅があるでしょ。あ、はい、こっちを取ったらこっちが、はい、お前ちょっとカメラ収まるやん。YouTube やっとんじゃん、ほらカメラがちょっとカメラがちょっとどう、リリちゃんどうなの？じゃあ職人から見てやろう。あ、それ気になる。それ気になる、怖いですね、ちょっと職人から見て管理としてどうなの？まあちょいちょい来ますね、現場には。あ、本当、ちゃんときちっと顔出しして、うん、こまめに挨拶来て。そうですね、私がただなんかなんだろう、一緒に仕事する人、なんか職人さんとかと仲良くなった方がなんか言いやすいというか、電話かけやすいみたいなのがちょっとあるなってすごい思って、うん、結構嫌なこと言わないことが多いな。はい、例えば出ること言わない。あ、最近で言ったら言いづらかったな。言いづらかったことそんなのしょっちゅうある気もしますけど、なんか 手直し頼む時とかはちょっと、そうですね、はい、まあ、確かに職人としてはもうこれも絶対合格でしょうなのに、はい、お客さんのこだわりで頼まなあかんっていうのは、まあ、そうですね、それも結構、まあ、ありますし、うん、まあ、正直私も
そんな割とポンコツなんで、うん、正直見落としちゃうことって正直あって、うん、でお客さんから指摘もらうこともやっぱりあなるほどねあそこ塗るって言ったら塗ってないじゃんとかなんか入社した時に、うん、なんか職人さんと仲良くなろうと思って、うん、話題をなんか何個か持っていって、うんっていう感じで現場行ってた時期があってあまあそれ大事だよねそしたらまあ職人さんと割と仲良くなって、うん、そうですねそしたらなんか割となんかで電話するのをちょっとちきらなくなったみたいなとかはあったんで、うん、職人なんか言いたいこと思うんだけど時間がねえねもうこれ1個しか行ってかんみたいな感じだけど、はい、例えばどういう話題をこう考えた普通に現場で言いたいことがあれば現場のことで何か言うこともありますし、うん、休み長期休暇が近かったらどっか行くんですかとか質問にそれ言うとったのか定義じゃない喋りやすい寺西さんその時は動画でしか見たことなかったんですけど、うん、なんかその時からなんかめっちゃ喋りやすかったですね動画の通りにしてるじゃあ寺西に何か話題をわざわざ決めなかったのかないんだまあないですね、うん、じゃあ喋りづらいでしょ君は喋りづらい職人ですか喋りづらい職人そうですねあの塚本さんはちょっとなんか仲良くなりにくい喋らんからねあいつ、はい、なんか変なこと言ってくるとかじゃないでしょ別にあ別そんな全然ないですそれは全然ないですそうかなんかもうちょっとなんか見つけたいけどなあらおですか、うん、いやリリーの管理っていうのを前面に出したいですよ私はまあ、あと、まあ、寺岸さん割とこの辺とか綺麗にしてくれてますけど、うんうんうん、たまになんかめちゃくちゃ汚い職人さんがおって、うん、めちゃくちゃなんかもう、うん、帰ったのに、うん、作業終わってんのになんかもうめっちゃ塗料感とかなんか汚いくてそれは指摘しましたねめちゃくちゃ汚い人がおって、はい、でもそれはもうすぐ嫌いだなあそうですねちょっとクズすぎたねクズいただきましたそうかせっかく現場から来たらなんか取れたかねえな蜂のせいでね蜂のせいでなあれ出さん方がよかったかな寺木さんがやっぱ蜂退治動画見せよあれ蜂退治動画ネット来てよネット来ていいネット来たくないでしょう普通にネット来走って逃げたいじゃあ視聴者の皆さんちょっとあの蜂をまた退治するの次回リリーちゃんの参加で、ね、いやちょっと防護服がね取ってるからはいじゃあ皆さん久々のリリーちゃん登場でちょっと現場管理に行きましたけど、はいまあ、ちょこちょこまたリリーちゃんも登場しまおうかなと思ってるんで、ね、視聴者の皆さん、はいぜひまた次回楽しい動画作ってきますのでチャンネル登録いいねよろしくお願いしますお願いしますあと別で足場の買い取りと、はい、あの実習生第3土曜日に実習生のセミナー、はい、副理事が、はい、セミナー閉めてます、はい、ミャンマーで職人を日本語バリバリできて足場も全部鍛える向こうではい、向こうで鍛えてからこっち来てくれる鍛えてから来るっていうのを作りましょう、うん、ぜひそういうのちょっと興味あったら第3土曜日にオンラインセミナーやってますんで、はい、ぜひ参加よろしくお願いしますお願いしますせーのあ見てくださいみんなついてきてない急すぎてちゃいちゃい寺岸さんあれですよね多分初めて現場やってもらったんでか私が春日井いる時にあそうだね春日井の時だねお前ちょっとなんかかっこいいなあそうだねあそうだねあそうだねでは今遠い現場そうだねガクトですみたいな感じだよな今春日井の時だったね